せっかくやから清水の舞台見てきましょうかね。なんかせっかくやからね、こっち来たらやっぱちょっと見たいな。ありがとうございます。この後淀屋橋も行きますけどね、うん、せっかくなんで、こっちの方ってほんと来たことないんだよな。多分小学校の修学旅行以来じゃねえかな。いいね、ちょっとブラブラしましょう。よし、このままじゃ撮っておきましょう、うん、もう全然ね、いい年も、わーやっぱ綺麗だな。なんかすげえ京都感あるな。いやいいないいな。これ五条大橋か。前も前奈良に行った時にね、なんか言ってましたけどね、自分で京都ってやっぱ駅の中心部からはその神社仏閣離れてますよね。その奈良はね、東大寺とかも全然歩いていける距離でねあるんですけど、うん、京都はちょっと歩いていくにはしんどいかなっていう距離ですよね。で市バスも出てるしな、また今やけど便利な街ですよね、うん、あとは、あ、そう、コンセントはない。まあ、これ仕方ないですけどね、コンセントはないですよってことなんで。で、まあ、4列ね、横幅はね、それほどね、やはり、お世辞にも広いとは、言えたもんではないですけど、ただね、まあ、原則ね、1人で2列ね、使える。横を越えないっていう前提で考えたら、結構いいんじゃないかなと思います。横をやっぱ人がおるとちょっと少し狭いかなって感じるかもしれませんね、で縦のね長さはね、そんな足元が伸ばせますんでね、それほど気になりませんでしたね。私の体格で気にならなかったら多分大抵大丈夫やと思います。まあ私足が短いあれなんですけどね、実はこっちなんやね、確か清水って。歩いていける距離なんかな。まあ、清水って駅名になってるぐらい近い。それだってもう東山やもんね。うん。ちょっと一本入った方の方がいいかな。こんなところ、貨物用の荷卸し場なんかもあるし。まあ、まだ9時前ですからね。空いてる店も少ないよね。京都はなんかこういった、こう京都ってこういったちょっと一本入ったところ入ると楽しそうなイメージなんですけど、どうなんやろ。一つ入るとやっぱ大通りやとね、声張らんとね聞こえませんからね。そうそうそう、料金どれぐらいね、この辺り最大料金の適用なし。やっぱしあれか、やっぱこの辺りも観光地ですからね。で夜は500円定額できるんね。やっぱそうね、この辺りは、うん、これが多分祇園とかに行ったら全然逆ですからね。夜のまあそっか、昼も高そうやけどな、夜のあんな、料金優遇なんて絶対ないはずですけどね、帰りはあっちの方も寄れるんかな。よいしょ。ちょっと涼しくて大黒。いやー、やっぱ綺麗な店いっぱいありますね。占いカウンセリングは、まあ、街並みは綺麗ですよね。マイコシアター、マイコシアターなんだな。あの YouTube もやってるみたいな。ちょっと後で調べてみましょう。すごいな。すごいね。なんか大黒と言いとるのが分かるな。この辺りも一方通行が多いのかな。あ、でも、ね、3号場簡易宿泊所営業、なんかやってますね。なんか書いてありますね。なんだこれ、北なん
てもいい、帰宅する工事、六原、六原ってとこになるんですね。この辺りは最大料金、あ、昼間が1000円、うん、土日しか1500円がやっぱりかかりますよね。あ、じゃあみんな、あの定地図を調べずにまたふらふら歩いてますけどね、うん、ちょっと朝飯も食べたいんだよな。なんか、これはすごいな。あ、ここに交番があるんだ。お安いなと思ったら、12時間で900円、これでも安いな。あ、そっかそっか、この辺りはそうですよね。そうだそうだ、そう、地域に来てポスター見ると、あ、そうだそうだと思い出しますけどね、そういうもんですよね。いやでも、何ですかこれ、敷地はバラライカ、ロシアなんですかね。バラライカって言ったらロシア民謡ですよね。なんなんやろ。京都にも謎がいっぱいですね。不思議なもんで中華料理屋さんもこっちに来るとなんかはんなりした感じになりますね。六原飯店すごいな。であれ、なんかここいっぱいお客さんが入ってる。お茶屋さんか。あら、これどう？わ、すごい、お客さんがいっぱい入っとる。お、モーニングセット560円から。うん、京都の人はリーズナブルな値段からありますけど、すごい混んでる。あ、なんかすごいわ、すごい、ま、あ、もう満席だわ。卵焼き定食で900円ってなってましたか。あ、まあまあまあ、京都にしてはね、うん、そうそうそう、京都でご飯食べるとなんかちょっと高いイメージもありますからね。まあ実際結構、ね、京都の中の観光地とかに行くとね、あれですけど、あ、でもすごい混んでたけど、感じとしてはなんか観光客の人もいたけど地元の人もいた感じでしたね。前に京都来た時もね、まあ言うてみると京都って近いじゃないですか、ということで、まあ京都出身の人も結構周りにいるんですよね。でね、じゃあちょっとおすすめのうまいお店紹介しようなんてね、聞いてもね、大体王将とかしか答えませんからね。王将か天一か横綱って言いますからね。あんまり当てんならもうそういうもんですよね。同じこと長崎の人も言ってましたね。長崎って言ったらちゃんぽん有名やけど、長崎の人に教えてもらったのが、それは一番うまい店って言ったら中華街とかにもいっぱいあるかもしれないと。だから長崎の人が一番よく食べるちゃんぽんは何かって言われたら、リンガーハットに決まっとるやろと。やっぱそうなんですよね。まあ実際リンガーハット美味しいですしね。あとあの、
この前リンガーハットに行って餃子だけ食って帰ってきましたけど、あれ結構あの長崎の人ではあるあるみたいですよ。何やかんやてリンガーハットに行って、リンガーハットの餃子っていうのはね、あの市民権があるみたいですね。はあ、で、なんて話をしとったら、まあまあ坂道なんやな、ここなあたりな。あ、バスがいっぱい通っとる。これで人と大通りに出たのかな。これは何？力持ち。力持ち食堂。持ちの食堂。何よ。聞いたのか。お、いい感じで来たかな、これ。これいい方面出てきたんちゃう。これで 見ても増えたな。よいしょ。ここは。あらあら。お餅売っとるんや。気になるね。あ、トレーで買える。ああ、コンビニがだ。